はい、どうも皆さんこんにちは、ハムパンです。ということで、今回はですね、結構前なんですけど、自転車に今テープライトをつけたと思うんですが、こちらのテープライトですねをこちらの、モニターにね、今回はつけたいんですけれども、一応取り外しがねできるようにしたいので、ここは前回っていうか、あの自転車につけた時と同様、こちらは剥がさないんですが、ちゃんとつけたいということで、今回はね、作っていきたいと思います。ということで、こちらね、こうちゃんとピッてはめられるように、もう段ボールをね、あらかじめ切ってあります。ということで、ここからなんですが、こちらモニターの、大きさとか測って切ったんですけど、この状態からね、作っていきたいと思います。ということで、早速やっていきたいと思います。で、今回ね、紐を通して、こんな感じでこうなってるわけですよね。ここ段ボール挟んで、こうなってるわけですよ。なので、紐を通す、まずは穴を開けたいので、とりあえず切りで開けるんですけど、まずそのためにね、印をつけたいと思います。それでは、長さを測ってね、早速やっていきたいと思います。いきましょう。はい、ということでね、こんな感じで、この辺とこの辺とここら辺とここら辺に4箇所穴開けて、これ通すので、印をつけました。それでは早速穴を開けていきたいと思います。はい、ということでね、ちょっとここの辺はちょっとトラブルがあったんですけど、とりあえず、仮に、穴開け終わりました。ということで早速こちらの、今回は紙なんですけど、紐は何でも大丈夫です。ということで早速通していきたいと思います。はい、ということでね、軽く、こちら、紐通せましたね。で、なんで紐にしたかっていうのは、まず結構これ何回もやってたんですよね。で、まず1回目は、確か、普通のテープで、ベタつかない、テープで、くっつけたんですけど、剥がれちゃうということで、次洗濯ばさみにしたんですけど、こことここ、モニターからね、はみ出ちゃうので、ダサいと。いうことで、こちらならはみ出ないかなと思って、で、最終的にこれになりました。はい、ということでね、早速ちょっとここにテープライト通しましょう。はい、ということで、こんな感じで通したんですけど、こんな感じでね、モニターの裏側にこれを貼るんですけど、それではこちらの今通した紐をね、結んでいきたいと思います。
はい、ということでね、まあ結び終わりました。はい、ということで僕がめちゃくちゃねリボン結びが下手なんですけど、はい、それはどうでもいいとして、まあこんな感じで結びました。で、これをこの、まあ、モニターの後ろにこう設置するわけですね。じゃあまあ早速、まあ設置して、はい、まあパソコンの電源つけて光らせてみたいと思います。さあレッツゴー。はい、それでは早速こちら、まあモニターにつけていきましょう。ここ開けてるのは、モニターアームのねところですね。まあ、モニターアームっていうか、まあ、モニターのこのアーム部分をこうまあピッて設置するために穴を開けてます。さあこんな感じで、まあどうですかね。まあ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 座ってては気にならないですね。ちょっと斜めになってますね。さあまあこんな感じです。もう見えないですね。まあまあもちろん僕目線だとまあ見えるんですけど、まあプレイしててまあ画面に出ないので気になりません。ということで、まあじゃあ早速光らせましょう。はい、ということでまあこんな感じで設置できたんですけど、まあパソコンのね USB に刺さってる、まあこちらのこの、まあ、スイッチですね。簡単に言うとこちらのスイッチがあるので、ここにつけます。はい、これで完了です。まあこれで、いつでも手元のスイッチでつけることが完了です。あとはね、まあパソコンの電源つけて、まあパソコンの電源つけないと光らないんですけどね。ということで、まあパソコンの電源つけていきたいと思います。ということでね、パソコンの電源もつけ、もう最終準備ができました。はい、ということで早速まあ、こちらのね奥にあるスイッチを、オンにしたいと思います。さあそれではいきます。3、2、1、ポチッ。おー、やばいですね。これはガチでいい。このカーテンにねこの映る感じがまたいいんですよ。これがあのあえてね前につけなくて後ろの後ろを照らすっていう、これがまたいいんですね。いや、かっこいい。これはね頑張ってよかったと思います。はい、ということで、はい、という感じでね、こんな感じになります。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよければねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。